パトリック・アウダは、チェコ共和国、リバンチセ出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード。206センチメートル、107キログラム。小、中学校は、ザックラドニー・スクラ・アーミー・ニスカ、バーの、高校時代は、スペインのコナリアス・バスケットボール・アカデミーで、プレー。2010年に、NCWA 一部ビッグ、イースト・カンファレンス・シートンホール大学に進学した。 在学中の3シーズンでビッグイーストカンファレンスオールスターチームに選出されたか、2011年にはユニバーシアード大会にチェコ代表として出場した2014年には全米コーチ協会グッドワークスチームに選出されている2014年の NBA ドラフトでは指名を受けずポーランドプロバスケットボールリーグ2部に所属するパルファーメックスクノと契約した 2014から15シーズンは27試合に出場し24試合で先発。平均26.9分の出場で13.7得点4.3リバウンド1.6アシスト0.2ブロックを記録した。2015年にはポーランドバスケットボールリーグ一部アズスカシャーリーンと契約したが2015から16シーズン中にに スペインプロバスケットボール一部リーガエンデサのマンデサに移籍した。2015から16シーズンはアズスカッシャー・アリーンでは26試合に出場し、11試合で先発。平均28.4分の出場で14.4得点6.5リバウンド1.5アシスト0.4ブロック。マンデサでは10試合に出場7試合に先発平均23.6分の 出場で9.1得点4.6リバウンド0.6アシスト0.2ブロックを記録した。2016から17シーズンもマンレサでプレーし、25試合の出場で21試合で先発。平均23.9分の出場で9.6得点3.9リバウンド0.8アシストを記録した。2017年にポーランドバスケットボールリーグ一部、ローザ・ロドムと契約。 2018年には、イタリアプロバスケットボール一部のスキャンドン・アバリーノに移籍した。2017から18シーズンは、ローザ・ロドムで35試合に出場し、21試合で、先発。平均23.2分の出場で13.1得点4.7リバウンド1.2アシスト0.2ブロック。スキャンドン・アバリーノでは4試合に出場平均17.8分の、 出場で12.3得点2.5リバウンド0.3ブロックを記録した。またローザー・ロドムでは2017から18シーズンのバスケットボールチャンピオンズリーグにも出場し、16試合で先発した。2018から19シーズンは同じイタリアプロバスケットボール一部のフレックス、ピストイアに移籍し、25試合に出場平均24.9分の 出場で11.4得点に4.7リバウンド0.1ブロックを記録した。2019から20シーズンは、フランス LNB プロ A のブーレイザックバスケット、ドードンヤに移籍し、24試合に出場平均22.1分の、出場で12.5得点3.8リバウンド0.2ブロックを記録した。2020年7月14日にブーレイザック、バスケットドードンヤを退団した。 2020年8月5日に日本の B リーグ横浜 B コルセアーズへの入団が発表された。新型コロナウイルスの影響で日本入国に厳しい制限が続いていたため、日本に入国できたのはシーズン開幕後の10月3日、チームに合流できたのは10月20日となった。合流後はレギュラーとしてシーズンを通して出場し、 シーズン総得点は828点でチーム1位だった。53試合に出場1試合平均で15.6得点、5.6リバウンド、2.0アシスト、0.6スティール、0.3ブロックを記録した。2014年にチェコ代表としてデビュー。2015年には欧州選手権に出場。2016年にはオリンピック最終予選に出場。 2017年には欧州選手権及びワールドカップ予選に出場。2019年のワールドカップに出場した。2020年の欧州選手権予選に選出。注釈ソース。ありがとうございます。